痩せてると思ったら70キロはちょっと。それは身長が伸びたっていう。そういうことやもんな。頭でかなった？頭ってそういう頭ちゃうで、あのコブじゃないで。骨格って。この辺がなんかでかなったかもしれない。ちょびびてる。C のビビり方。離れていくな、お尻がな。すごいな。この足がなんか怖いやろな。どういう意味ある？蹴ったことはないけど。圧はかけたことあるやろ。圧はかけた。こう見えない足みたいなのが匂う。な、ひなたには見えたらな。どっかとか嫌がるでさ、この同じ空間にいるの。あ、そうなの。嫌がるから。あ、ドクターが、ドクターが嫌がるから。こうじゃなくてな。パターン1は私がいつもうちに入って、うん、パターン2はこっから足出したの。あー、中にな。そうそう、エコーはそれでできてんやわ。これでエコーは私がもらってここで当ててここができるんやわ。これはどの時逆だわ、ひなた。あー、しーさ、隙間って結構使えるな。そうそうそう、大丈夫。ハニーも覗いてるもんな。あ、どこどこどこ。俺、この人、この人近くが気になるな。違う違う、嫌だね。こっち向いて。待て、待て。よいしょ。なんか痛くも、痛くもかゆくもないやん。すぐは。顔近い。ここで交差して。交差して。よいしょ。ハニーがおるわ。ハニーこっち続いてくれて、練習になる。ハニー今感冒中で機嫌悪いらしい。あ、誰か笑ってる。ちょっと来て、ちょっとこう下しゃがんで待ってな。採血の練習、ちょっとヒレ触っててくれ、はい、優しい。あ、びくってした。ちゃんと分かってんもんな。えらいもんやな。ガツガツしたらいいんやけどな。まだそこまで餌に。かなちゃんがな。で、発情収まった。うん、だいぶ、okay、ありがとう、はい、OK です。この時期に触れるのはやっぱりカンタベさんだけです。この時期、あれ、カウの時期機嫌悪いん。めちゃめちゃ悪いそう、顔の時期機嫌悪いんやつ。ほら、家も悪なるわな。